It is all as I planned. You thought me lower than a snake, yet I have caught you. How angry that must make you feel, my Lenith Valkyrie. At last you are mine.愛しき女神レナス・ヴァルキリアよ、あなたと一つになって世界の創造主になるという理想が今ついに叶う。ようこそ演者たちよ。 祝福に駆けつけてくれるとは。私とレナス・ヴァルキリアとが一つになる、その記念すべき瞬間をそこで見ていてください。 それでなら本気で相手をして差し上げます。ディア！ダッ！ダッ！ディア！ディア！幾度となく繰り返した転生と消化、魂の消滅という局面、その延長にある。それが因果律というもの。ありがとう、アリシャ。今この瞬間、あなたの勇姿を見届けるために私はあなたの肉体に転生している。 気がするわ。
しょ。王子というだけの無能な人間が私のレナスを取り込んだ挙句、緻密な計算の上に書き換えて私の歴史を狂わせるとは。として未来永劫地獄の豪華で焼き尽くしてくれる。
当たりな。バカだ。バチ当たりな。はっ。バチ当たりな。レナスの心も魂も全て私のものだ。失せよ愚かな人間。魂とは他者が所有できるものではない。神とは期待していたほど万能ではなかった。その通り。心を支配できる存在などない。多くの魂をもてあそんだ罪、真相の力で破壊の限りを尽くした罪、魂の消滅をもって償え。私の負けです。アリーシャ。
アリーシャが望む未来。世界はあまりに歪んでしまった。ほんの少しでも良い方向へ導かないと。それが残された俺たちの使命だ。俺はアスガルドへ行く。アスガルドを守るグングニルを戻さなきゃならない。お前が主神なら我ら不死者も永遠に神々と争わずに済みそうだ。あのフレイって姉ちゃん、どんな顔するかな。頼りにしてるぞ。どうやらこの世界では私は不死者で亡くなってしまったらしい。なんだって？死を感じる。大昔に一度だけ味わった記憶がよみがえるようだ。悪くない。いい死に場所が見つかった。ここに残る気か？不死者である私に帰る場所はない。俺も同じだ。付き合うぜ。お断りだ。人間だったお前にはミッドガルド再生という大きな仕事が残っている。俺にオーブの守護者になるってか？他に誰がいる？皆が収まるべき場所に収まるわけだ。行こう。
ー